終着駅である穴水町の代表駅で、以前は、七尾線から、能登線が分かれる分岐駅でもあった。舞門の里駅という愛称が設定されている。かつては、東駅から輪島、鹿児島の2方面へ路線が分岐していたが、前者は2001年、後者は2005年にそれぞれ廃止され、東駅は、七尾線の終着駅となった。なお、 終着駅となった後も北へ400メートルほど線路が残されており、運転体験会などで使用されている。能登鉄道が能登線の営業を引き継いで開業した当初、後に能登鉄道7尾線となる路線は、西日本旅客鉄道が引き続き営業を行っており、当駅も JR 西日本の管轄だった。そのため、能登鉄道の駅は能登穴水駅として、 JR 西日本のものとは分けられ、独自にログハウス町の駅舎も有していたが、七尾線の運営移管に伴い両社者は統合され、駅名も穴水駅に戻った。その後、旧野と穴水駅の駅舎には、能登鉄道の本社が入居している。旧コンコース部分には、テナントとして使用されなかった部分が残されており、古戦郷と合わせて冬期間に開設されるカキ料理店。 穴水駅ホーム熱々邸として利用されている。2015年3月には駅舎に隣接する場所に、物産館、四季、彩りが開業し、それに合わせて、駅舎外観の塗装変更などのリニューアルが行われている。四季、彩りでは、能登地方の土産物屋のと鉄道オリジナルグッズの販売のほか、蕎麦、うどん類の軽食店も併設されている。車両基地、 工場を有し、夜間退泊も設定されている。この車両基地は、七尾線の経営幹管に設けられたものである。単式、島式、切り欠き機、ホーム2名4線を持つ、地上駅だが、便数削減や七尾線部分廃止、能登線廃止で用途がなくなったため駅舎側の一番線のみで、客の乗り降りを行っている。点三番線は、車庫関連で使われており、 原則として、乗り降りには使われていない。東端式ホームの霊番線は、七尾線の経営幹事まで、野戸穴水駅のホームとして使われていたホームで、穴水駅の統合後は東駅始発の下り列車が、使用していたが、野戸線廃止のため事実上使用不能となり、その後、かつてのと鉄道で走っていた、NT100 系機動車と NT800 系機動車が、 それぞれ流通されている。和島、高島方面への路線があった当時は、原則として1番線を、七尾方面行き、2番線を、野戸線方面行き、3番線を、和島行きとしていた。直営駅で、緑の窓口、自動券売機が設置されている。2019年度の1日平均乗車人員は113人で、ある。 石川県統計所によると、近年の1日平均乗車辞任の推移は以下の通りである。近辺は穴水町の中心部に位置している。2005年から廃線となった、能登線と七尾線の一部を代替するバスが運行を開始している。かつては駅前から奥、能登をめぐる定期観光バスに乗車することができたが、後に駅前を経由しなくなった。 穴水駅前停留所、ありがとうございます。